はいどうもオクラでございます。そんなわけで前回は、プズリックファルマーズだね、ここをクリアしてなんかローデイルが灰の王とローデイルになったということで、もうそろそろ終わりなんじゃないかなと踏んでるので、まあ、寄り道じゃないですけども赤字市場来ました。はい、早速行きましょうか。でもね、全く覚えてないです。本当に8ヶ月ぐらい前にオフラインでね一人でやってたので、まあとりあえずね、ここを開通させたって感じですかね。なんか転送装置で、でそれでなんかね、あの獣が2体なんか速いやつがいて、それを倒して祝福を灯したって感じかな。はい、行きましょうか。お、なんかいる。うん、これクライブじゃないか。共に戦うことになる。え、やっぱあれか、お祭りみたいな。え、精神を満ちた祭りの時間だ。ラダン、戦祭りじゃん。ラダンフェスティバル。ラダンフェスティバル。おお、すごい。お、じゃあこの人たちも戦士なんか。誰？お、大きいなんじゃないこれ。へえ。うん。アレキサンダーじゃないかこれ。How delightful. Indeed, I thought I might find you here. Well, it is none other than General Radahn himself to think. I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. But the fear simply assures me that I will get a good bond. I will get a good bond. Alexander, だやっぱ。Alexander, to hear my vow to unflinchingly.はあ、なんかね、この人ね、埋まっててね、リムグレーブでね、で、引き抜いてくれ、みたいな感じで。ね。はあ、戦士だったんだな。まあ、じゃあ行ってみましょうかね。ラダーンってなんか聞いたことあるな、でもね。ん？さっきの。何この。天野義高みたいなこの色使いは。おお、話しかける。うん、まだだ。あれみたいだな。だあのダクソ3のね、 DLC のラストのやつ名前忘れましたけど、ちょっと似てる。わあ、ラダンフェスティバルって言ってたな。うん、でね、これね、俺装飾装飾言ってましたけど、模飾みたいですね。模飾の北栄石、本当かどうか分かんないですよ。ただその模飾っていう言葉があるので、模飾ね、振り仮名ないもんね、ダクソシリーズはね。おー、まあちょっと中見てみるか。こっから行くんかな。アイテムはなさそう。さあ、じゃあもう何もなさそうなので行こうか。ラダーン祭り開催だ。はい、準備は良い。 Before we begin, allow me to paint you the full picture. うん、何？わお、大野さん、え、なんか寄付騎士が。General Radahn is cursed ever to wander. ずっとさまよってる。
脳筋タイプ。マレニアの赤いファイ。なんとなんと。Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. なんと。Howling at the sky. 空に慟哭してると。では始めようか。Gathering of champions. The revels begin. すばへんだこれ。Celebration of war. The Radahn Festival. Radahn Festival. おお、もらった。アクションもらった。はい。You will find the field of battle past the church ahead. Upon the shore. この先に教会から崖下。空に慟哭してる。了解。行っていいんかな。この下の教会、ああ開いてる開いてる。こっちは開いてないのかな。ああ、なんかアイテムある。期待しの6。うん、エレベーターで行けそう。うわ、この海岸に行けばいいってこと。あー、ここあれだ、どうしても行けなかったんだよな、ここ上から。なんかね、これ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 、男女を指し示す銅像がね、この下をね指さしてたんだけど、どっかにあるな。じゃあで、どこからね見てもね降りれなくて、こっから行くんだな。なるほど、じゃあ行ってみるか。ラダンフェスティバル。あ、来た。マリカのくさびがあるな。じゃあそんなわけで早速行きましょうか。調べる。別場所をいたしますか。はい。お、来た。洞窟砂丘だって。うん、もういきなり星砕きのラダン。やべ、はや、やべやべ、タイミングが難しい。回復。やべやべ。うん、なんか呼べる、呼んでみる。あ、すげえ、あぶね、あ、すげえ、トラゴス。はい、オッケー、だんだん慣れてきたぞ。ラダーンの槍。え、これこんな呼べるの、アレキサンダー。うわ、やべやべ。うわ、みんな行く。うわ、これちょっと近いとやばいな。ラダーンの槍だって。うわ、なんかめっちゃ呼べる。すごい。パッチを召喚しました、だって。お祭りやな。いけいけ。うわ、なんか初めてマルチみたいな感じだな。ただ杖。あ、でもそんなに HP 高くない。いやー、これ第一形態か。トラゴスがやられた。あ、俺さ、スタミナが持たないよ。パッチが元の世界に戻りました。早いな。何、どんな攻撃。やべやべ。うわ、魔法。なんと、どこだ。え、回復。やべやべ、なんだお祭りやな。もう一回戦技打てる。オッケー。やべやべ、
これまだ、あ、まだ呼べるんか、すごい、混ぜろよ。はい、まずはちょっと避ける、あ、なんか大きなもいる、 F が吹く、あた、はい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 、さあ、FP、HP 回復して、大きなが死亡しました。なんてこったい。あ、あら。あ、これは楽しい。こんなマルチ見たことないよ。マリカのくさびからいきましょうかね、じゃあね。まあまあ HP はそんな高くないですね。よかった、やられて。もう一回見たい。へえ。もう一回行かせんかい。じゃあガンガン呼んで。はい。アレキサンダーとかもゆっくり見たいなぁ。あー、なんかところどころというか、あれだね、召喚できるとこがあるね。でもガンガン呼ぼう。はい、ライオネルを召喚しました。はい、アレキサンダー召喚します。あ、これもやばいね。やばいやばい。めちゃくちゃやな。さあ、じゃあめっちゃ召喚して、馬は呼べる、オッケー。あったったー、ごめんごめん、なんかこっち側に光ってたよね。あったった、これだ。はぐれ、はぐれ召喚のやつがいる。誰だ、サロリナだって、指巫女。パッチが元の世界に戻りました。よし、あぶねー。さあ、じゃあ削るか。当たんない。いやー、タゲ取ってくれるといいよな。さあ、もう一丁トラゴス。ダベやられるな、みんな。どうした。はい、ケツができるか。いけそうだけど。あ、いった。ラダーのダイル、チクダキの強く、え、第二形態ある、あるよね、それはあるよ。いやいや、でもアイテム取れたよ。いや、あるか。うん、なんだ、え、地図に赤い印が書き込まれましたって。あ、ここ星の落ちた地だって。ファイト砦の西から左ですね。なになに、あ、祝福、あ、クレーブ。うん。凄まじい高い。うん。神話の英雄。
Let's meet where the falling star met the earth. We'll take up our souls once more. あ、ラニ。じゃあ祝福飛ばして。うわ、めっちゃ楽しかったな。まあでもそんなに HP はね、なかった感じでしたね。まあまあまあ、お祭り、まさにお祭りでしたね。ああ、楽しかった。なんかほら、マルチでほら、クリアしてないからさ。わあ、でもとなると、最初に行ってたところにも行けそう。ダンジョン。まあ、一応壁伝い行けばありそうっすね、じゃあね。さあ、だいぶ端っこまで来たけど。うん、あった、ほら。こんな端っこなん。はい、来た。これだ。で、これに入れば、これで、あ、こう見てたんか。あ、これちゃんと指し示してるんですね。マップ上でも。OK。あ、メッセージが評価されました。ありがとうございます。やべやべ。なになに。どうしたどうした。あ、なんかこっちに竹が。竹が向いた。これ今どういう状態？やべやべ、危ねえ。これ何と戦ってるんだろう。でもあぶねえ。OK。FP 回復して、どういうこと。うわ、寄付騎士がめっちゃいる。わあ、しかもこれスカールとかちょっと良くないな。あ、一回鳴る。あ、やばい、外した。ああ、これあれだ、復活してる、ない、ちょっと待って。あー、ちょっとやめてほしいな。あ、ちょっとやばい、装備しないとやばそうね。 OK。 あー、やっぱ復活してる。これどっかから召喚してるな。はい、入ってみちゃって、まあ、やらせといていいような感じもするけど。お、弓、あぶねえ、嘘だろ。はい、お、なんかいけそう。いけたけど、あぶね、ちょっと回復したいね。これか、あぶね、なかなか強いよ。はい、まあ、キノコをいただいて、うん、なんもないかな。はい、割とでも痛いな。ん、あか、怪しい。あー、なんもない。え、この先待ち伏せに注意しろ。降りてきたものの、なんもない。うわ、これスカーレットのとこ通らなくちゃいけないってこと。じゃあ、あ、じゃあこっちに行ってみるか。あー、
ここはだからまあここに押したらダメって感じだね。クララ早い早っ。あこっちに行ったねさっきね。まあスルーの方向で行きましょうかね。あこれも落ちたらダメっぽそうだな。なになにかっこいいな。あったった。さあよく見て、あーここは行って良さそうだな。さっきの上の階って感じですね。よし、ここは行って大丈夫そう。あーあったレバーあった。レバーあったんだけど、え、どこに扉があるんだろう。これはワープができないのか。まあ、ちょっと一回戻りたいな。回復したいですね。はい、回復してきた。まっすぐ行ってかな。ここか。ああここだここだ。はいはいはい。じゃあボス行くか。はい、誰だろう。ん、え、なんだこの地響きは。え、ただれ腐敗した呪霊。はいはいはい。おいおい、まだ回復してる。当たった。結構食らうよね。さあ回復してる。危ねえ。はいはい。おいおい、あぶねえ。 FP 回復して。オッケー、出血になった。爆発、これは避けます。ああスカーレットになったらちょっと厄介ですね。あぶねえ。さあ一回戦技打ちましょう。これね。はい。うわこれ届く？大丈夫。で霊薬もちょっと飲んで。爆発する。さあ戦技打っていい。よし。オッケー、食らってないよ一応。あぶねえ。さあ FP 回復。ほう。おい。あと少し、あと一発じゃないのか。あと一発。はいはい、いた。なんかわけわからんかったな最後。赤字式士のオーガの位牌でオーガの種子。いったいった、一発でいけた。危ない、スカーレットになったらほんとやばいもんな。はい、入り口に戻ります。あーおはようございます。洞窟砂丘、はい、まあ、こんなとこですかね。赤字市場ラダーンか。
じゃあついでにラダーン装備見に行こうか。ラダーン装備があるかどうかですね。ユヌボーグ、あった、これか。赤髪をなびかせた黄金獅子の兜だって。父ラダゴンから受け継いだ燃える赤髪をラダーンは、ラダゴンがお父さん、うん、英雄の象徴として誇っていると。おお、まあ一応全部買っといて、はい。あ、でついでに見るか、追憶。これ黒危険、星砕きの追憶、星砕きの体験か、また獅子の大弓。へえ、ああ射程距離50だって、すごい。大弓もまあ筋力がいるのか。ああ、専用戦技ラダーンの、なんていうもんだろうね。へえ、かっこいいね、星砕きの体験。はい、で、あ、近いあー強い、すごい。割と湿地も強いんだけど、これか、うわ強いマジで。でもなんかオンラインでよく見るな、ラダーの趣向、ラダーの速攻。うんうん、よく見るよく見る、この装備の人ね。やっぱ重いのか。かっこいいね、でもね。はい、じゃあこの赤い印のとこに行こうか。星の落ちたちだって。赤いと砦が一番近いから、じゃあ行こうか。さあリムグレイブは落ち着くわ。じゃあここですね、3番ですね。うん、なんか浮いてる。うわすごい、なになに、あぶね、なんかあぶねえ、どうやっていくんだこれ、降りていいんかな。うわわあすごい、エルデンリングすごいな、こんなことまで。おお、うわー、こっから降りるか。はい、まあ降りれた、すごい。やはり頑張れよか。ほう、奥に行くんかな。うん、まだ行けそう。あー、じゃあだいぶこっちから回っていくって感じか。こうかこうか。ほう、すごい、楽しませてくれるな、ほんとにすごいよ。ああ、降りれるのかな。はい、でこの人がこっち行ってんだ。ん、いけない。え、ああ、ここか。ああ、微妙に降りれそうだな。あ、ここはまあ降りて大丈夫そう。はい、ここか。あ、で降りなくちゃいけないと。ほうほうほう、で、の宝箱違うか。何ここ、バーシャのアイテムがある。降りようか。じゃあね、黄金のルーン5で、まあ、こっちか。まあ、どこ行くんだろう。うん、まあ一応奥も見た方が良さそうですね。
うわ、すごい。どこだろう。眠り油。はい。素材を取る。ふやけたキノコ。はい。で、うん！永遠の都ノークローナって。どこ？うん！シーフラ川に近い感じですね。おうほうほう、つながってんのかな？なんか下にある？後ろは何もない。はい。下に降りていけそう。はい。で、後ろは何もない。左から降りていく。ロックオンはかけれないですね。はい。あ、なんだこのスライムは。なんか怖っ。うわ、こいつデモンズソウルの。あれじゃないか。攻撃の仕方といい。うわぁ。ま、なんか、オマージュというか、そんな感じするよね。なんかある。素材を取る。何これ。銀雫の体って、素材が、また新たな素材が、あるね。うわぁ、なんか上に行けそう。うわ、めっちゃいる。おい。これは、でかい。ケツが出てよかった。ルノコ。で、下には何もないかな？あー、で、素材がある。おー。うわ、養成所。この先崖に注意しろ。了解。ああ、いけそう。この下はいけない。じゃあここしかなさそう。鍵指の指薬とアイテムがある。期待石の具を。あー、で、素材があった。これもなんか貴重っぽそうだな、なんか。あー、で、下にまあまあいるな。わ、これ降りれる？あ、降りれるな。から降りていけそう。あ、素材があって、アイテムがあって、黄金のルーンの6。下は何もない。まあ、祝福がないね、今のところ。はい。いや、そんなに HP 高くないですね。あとは出てこないかな。素材がありまして。アイテムいただいて、正気の星白肉。いただいた。エピカクさせとこうか。うん、あった、祝福あった。まあこんなとこでしょうかね、今回はね。ちょっと一回休むか。休みました。まあ永遠の都のオクローンと、まあ結構がっつりありそうなんでって感じですね。あー、なんかね、シーフラ川上の方のお城に行けないなって感じだったっすね。このお城の中の方か、じゃあ。まあ次回はね、またこの永遠の都のオクローンの続きをね、やっていきましょうかね。では、そんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。